おはようございます。釣り子 TV です。待ちに待ったジャッカルのこのルアーが店頭に並んでましたよ。ダウズワン220っていうことで、巨大なトップウォータープラグですね。東京湾のね、この白パターンに、標準を合わせたですね、そういったルアーだと思うんですけど、これ東京湾のね、地図が載っておりますが、まあ今年はまあここら辺かなとか、ここら辺去年良かったなとかね、思い出のところがいっぱい書いてありますけども、こんな感じのねパッケージに入って登場ですが、220っていうことでね、さすがにすごいボリューム感ですね。じゃあね、早速どんな風になっているのか開けていきたいと思います。ダウズワンっていうことね。いやーちょっとね、これね、ライブ配信してたら明日発売みたいですよなんてコメントがあって、と思ってね、慌ててね、釣り具屋さん行けないかなって言ったらね、守備よく1個買うことができたんですけども、はい、こんな感じで、あ、ちなみにね、ダウズワン、あのお店にね、結構ね、いっぱい在庫が置いてありましたよ。おいっぱいあるじゃないですか。って見えるよね。って見えるでしょ。まだね、残ってるんですよ。すごいっすね、マニアックス。ギリギリ残ってるんですよ。でもまあ、人気は間違いないの、知らない人もいると思いますよ。知らない人も、ようやく今日ぐらい。今日ぐらい。ね、じゃあ、こっから、でも今土日だから、あっという間ですね。そう、今日一日持つかな。ブログって出したんですか。昨日出しました。まあまあ、放送今シーズンインはしましたからね。探してる人はマニアックスので来てみたら買えるかもしれないです。はい、まあ土曜日のね昼間時点の、状況なんで、日曜日とかにね一気にバババってなくなっちゃうかもしれないんですけども、気になる方はね、マニアックスに問い合わせてみるとね、まだこのカラーはねもう売り切れだったみたいですけど、その他のカラーとかね、結構陳列されてましたので、はい。というわけで、ちょっとね、早速開けていきますが、うわー、結構すごいボリューム感、思ったよりこうボディがファットだなぁなんて印象がありつつ、まず頭周り、これ気になりますね。なんか特徴的な顎、リップみたいなのがありますね。これ顎があって、でヒレがあって、で、ジョイントがあって、テールですね。で、嬉しいですね。ここね、ちゃんとスイベルが装着されているんで、くるくる回って、バレづらいっていうね、こういう状況になっていると思います。ここなんかね、独特なね、感じですね。まあ、ペンシルベイト的に扱うのかなって思うんですけども、こうね、今までにない雰囲気ですよ、ね、面白いですね。で、まあこういうちょっと視認性のいいカラーね、欲しかったんで、ゲットすることができて、これちょっとね、出しどころとかどうなのか、この売り代に説明がいっぱい書いてあるんで、ちょっとね、説明のところを見ていきたいと思います。ランカーシーバスが夢中になるジョインテッドビッグペンシル、ダウズワン220、この白パターンに代表されるタイランカーシーバス用モデル。軽いロッド操作をするだけで移動距離の短いハイアピールなドッグウォークアクションで誘うことが可能です。温くまプロが求めるドッグウォークアクション性能を具現化させたジョインテッドビッグペンシル、それがダウズワンです。ってことで、ポイントがね、いろいろと書いてあるんですけど、引き続き見ていくと、まずね、ジョイント構造ボディですね。軽いロッドワークで操作でき、ドッグウォークアクション時の移動距離の、制御を担います。またステージにボディが揺らめきアピールします。で、これね、リップと胸びれについて書いてありますね。リップ胸びれ、アクション時にリップ胸びれでブレーキをかけることで、惰性による必要以上の首振り幅を、抑え、糸絡みトラブルを軽減します。はいはい、次がね、こっちですね、これ、エラストマー製テール、よりベイトフィッシュの球を演出するとともに、テールで水面を叩きアピールします。ダウズスイマー220用テールと同一規格です。スペアテール、ダウズスイマー220用としてパーツ販売あり、
エラストマーセーテールは、変形または色移りの恐れがありますため、付属のテール保護カバーを装着の上、保管いただけますようお願いいたしますということで、あと、こちらですね、このね、今指にも刺さっちゃってるんですけど、大型太字クック、ランカーシーバス対応の大型トリプルフックを搭載で、スイベル仕様、ヘッドシェイクやエラー洗いでのバラシを軽減しますみたいなことが、パッケージような説明がね、書いてあります。はい、ね、というわけでちょっと嬉しいところがね、このテールがダウズスイマーの220と同一規格だよっていうことでね、同じ大きさなんで、まあ、あの予備テールをね持っていれば、結構ねダウズスイマーなんかだとこのテールが曲がるとね動きが出しづらいなんていうのがあったんで、これはまたちょっと使ってみないとなんともですが、まあ状態のいいテールをこれ互換性があるんでね、あと色のねカラーチェンジなんかもしやすいよっていうことで、で今ちょうど2個出てきたんで、並べてみるとボリューム感はねこんな感じなんで、わかるかな、220、220同士なんで、およそねあの人気のダウズスイマー220と、同じサイズ感ですね。ただジョイント部がこう違うんで、この可動域も全くねこの、まあ、異なる、まあトップウォーターとちょっとこうなんだろう、水中水面直下が得意なルアーとね性質も全然異なるんですが、随分ねこうダウズスイマーと比べると太い印象がありますよ。ボディ幅がねだいぶね太いんじゃないかなっていうね、こうどうだろう、結構並べてみるとねこんなね、だいぶずんぐりむっくりしたねボリューム感だなっていうことでね、まあそんな感じでこの、220とね並べてみると、こんな感じで、あのねこの手のペンシルベイトだと、人気なのは例えばメガドック、それと比べてみるとダン、はい、こんな感じですね。まあテールの分なんかちょっとサイズ感がねこっちの方がずんぐりむっくりしてるのかなっていうね、長さで言うと、テールまで入れると大体一緒なんですけども、まあ、これはどちらかというとスイースイーとね、息の長いねスライディングアクションを得意としている印象があるんで、それよりは、若干こうピンポイントでネチネチと誘い出す時なんかに、使いやすいのかな。このリップとかがその動きをね、ちょっと制御するみたいな感じで書いてあったんで、まあ、そこら辺でこういうね従来の人気のジャイアントペンシルとの使い分けになるんじゃないかなというところで、で、その他に比べてみると、まあ、例えば最近だとこのヒュージペンシルなんかね、ありますけども、これはね結構息の長いねスケーティングアクションするね、スケーターモデルの、ラトルインモデルなんですけども、まあ、そこら辺と比べると、まあ、やっぱり移動距離の短いピンスポットでの攻略なんかが主になってくるのかな。音はねどうだろう、このボディ自体は結構静かね、結構静かめなんですけど、このジョイント部が稼働することによって独特なくぐもったね、音が出るんで、ここら辺がね水中にね、滑らかにアピールするんじゃないかなっていうことで、いやーこれはね動画とかでねよく毎年ハタプロがですね東京湾のシーバスゲーム紹介してくれてますんでね、まあ、そんなタイミングで、いろいろとテストが重ねられていよいよ、登場っていう感じなんじゃないかなっていうことで、だからよく動画なんかを見てると主にまあ東京湾っていうよりそのもう湾奥の方ですね、東京港のエリア、羽田とかですね、木場とかそういうエリアなんかで中心にテストされたのかななんて思いますんで、自分がねよく釣りするエリアもそんなエリアなんで、これはね結構期待ができる
ペンシルベイトが出てきたんじゃないかなと、期待しております、気になってる方はまだマニアックスに問い合わせるとあるかもしれませんよっていうことでね、開封してみたんですけど、まあ早速ねチャンスがあり次第ね海の方に持って行ってダーズワン、使ってみたいと思いますので、実況動画の方でもね、バコーンってね水柱が立つシーンなんかを、ご紹介できればな、ね、ちょっとね頑張ってね投げ込んでみたいと思います。はい、というわけで、本日の釣りこう TV はこちら、ジャッカルから入登場のですねこう機体のビッグベイト、ダウズワン220、これを開封して、見てみたいってこういった動画でした。はい、釣りこう TV でした。また会おうぜ。